日本東京都江東区門前中町門前中町は東京都江東区の地名で旧深川区にあたる深川地域内である。現行行政地名は門前中町1丁目及び門前中町2丁目。郵便番号は135-0048。古くは永大寺。現在は富岡八幡宮など著名な神社仏閣を有する富岡に隣接した門前町として栄えている。 商店街の活動が活発で、大通りや地下鉄、都営バスの発着所が設けられているなど、深川地域を代表する要所の一つに数えられる。通称、門中、または深川中町と呼ぶこともある。江戸時代に、井上忠隆等の著名人が多く住んでいたことで知られる。深川地域西部に位置する、富岡八幡宮別当時の永大寺の門前町として、 17世紀半ばから町屋が形成された。英大寺は1868年の神仏分離令で廃止され現在の英大寺は再興されたもの。指名改正以前は深川英大寺門前中町と呼ばれていた。1969年住居表示を実施し、深川門前中町から現在の門前中町に町名変更を行った。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。